ということで、オクトネさんです。なんかホームページを、見る限りでは、最近あの気温が下がっているということもあって、水温が非常に、下がっててコンディションがいいみたいですね。はい。でなんかレギュレーションもあのトレブルフックとかが OK になったりとかっていう風になってるようです。今日はあのこの赤バチとかレッドバチですね、レッドバチのテストがあるんで、小さい魚を、メインでたくさん釣って、ちょっとロッドの状況を、見てみたいと思います。なんか緑が濃くなりましたね、やっぱりね。前回来た時はもうあの水温がかなり上がってて魚が全部下がっちゃってる感じだったんですよね。はい。でなんかホームページを見る限りではまたあの魚が表層の方に浮いてきてるみたいなことを書いてあったんで、どうかなと思います。で今日あの波動の重いやつとかキラーの重いやつができてるんで、ちょっと時間があったらこっちの大物エリアの方で投げてみたいと思っています。ああまだ相変わらずアルビノたくさんいますね。はい、ということで頑張ってみたいと思います。